かないの。やっぱし、なんか、なんでこんなところに。あら、悪いね、リナ。おじさん、こっち持っか、ジョッキでね。言っとくけど、おごんないわよ。そんなことより、なんでこんなところにいるのかしら。それはこっちのセリフよ。リナ、知り合いなのか。してるのかしら。仕事を探してんのよ。いつものように盗賊倒して金品巻き上げりゃいいじゃない。そりゃあその方が早いけどって何言わせんのよ。大体あんたこそこんなとこで何してんのよ。愚問ね。このサーペントのナーガ様のすることにいちいち理由があるとでも。ふーん、じゃあ道に迷って気づいたらこの町にいたのね。いいじゃない、そんなこと。リナ、そろそろ行かないか。それじゃあリナ、ごちそうさま。ごちそうさまってなんだ。おごんないって言ったでしょうが。お金なんか持ってないわ。威張るな。たまたま向かっているところが同じなだけよ。嘘つきなさい。旅費がないだけでしょうが。そんなことないわよ。さっきの町の飯代も結局私が立て替えたんだから。そんな細かいことを言ってるようじゃ。まだまだよ、ね、まだまだねじゃないでしょ。立て替えた分はきっちり返してもらいますからね。たかが飯代程度、そんな小さなこと考えてるとまた胸が小さくなるわよ。何の根拠があるって言うのよ。これサーペントのナーガ様の言うことにいちいち根拠があると思ってんの。威張るんじゃない。おい、リナ。何よ、ガラリ。いや、今の件はちょっと。大丈夫だって。こんなくらいじゃ死にやしないわ、多分ね。リナ、聞こえたか。ええ、近くみたいね。行くわよ、ガラリ。おい、リナ、どうするんだ、これ。ほっときゃすぐに復活するわ。それよりも、今の音の原因を調べる方が先よ。まったく手こずらせや。何も命まで取るってんじゃねえんだ。おとなしくついてこいよ。あんたがそんな態度だと、妹の命がどうなっても知らないよ。ちょっと待った。なんだいあんたは。今取り込み中でね、他を当たってくれ。何かと思えば大人二人の子供
をついてきたに決まってるじゃないの。さすがのこの私もさっきの件がちょっぴし痛かったわ。なあ、リナ。何よ、かおり。この人、誰だっけ。わあ、さっきまで一緒にいたじゃないの。もう忘れたのか、お前は。おお、通りでどこかで会ったような気がした。一体何の用なの。悪いけど、宗教のセールスはお断りよ。違う。そんなことよりさっさと子供を助けて礼金もらいに行くわよ、リナ。もうやだ、こいつら。つまりあんたたちは、私たちの邪魔をするってことね。関係ないものを巻き込む気はなかったけど、モスマ、あとは任せるわ。ちょっとモスマ。ああ、すまん、ゴジラに圧倒されちまった。じゃあ、頼むわね。うん。さあ、あんたはこっちに来なさい。妹の命が惜しいのならね。え、来なナンス。エミリア、あとは俺に任せて、お前はさっさと行け。すまった、モスマ。クソガキが、覚えときな。ったく、首を突っ込まなきゃ死ななくても済んだのによ。それにやっちょくら遊んでやるか。ダーリン、子供お願い。あ、ナガ、行くわよ。任せなさい。Yes, it doesn't play. Oh, well. I'll stop it here.